エリック・グスタフ・エリクソンは、スウェーデンの合唱指揮者。1943年に、ストックホルム音楽大学を卒業後、スイスのバーゼル・スコラ・カントルムや、ドイツ、イギリス、アメリカ合衆国へと留学し、音楽を学んだ。1951年から1991年まで、ウップサラ大学のオルフェイド・レンガル合唱団の、主任指揮者を務め、1951年に、 エリクソンの主導で設立されたスウェーデン、放送合唱団の指揮者を1982年まで務めた。また、1951年にストックホルム音楽大学で教鞭を取り、1968年に同校の合唱指揮官の教授に任命された。1983年には、ウプサラ大学人文学部から名誉博士号を授与された。1995年、 北欧評議会音楽賞を受賞。1997年、スウェーデン及び国際合唱音楽の指揮者、教師、芸術的創始者、及び啓発者としての先駆的な業績を称えられ、ポーラー音楽賞を受賞。エリクソンは1945年に、ストックホルム室内合唱団を設立したほか、ドロットニングホルムバロックアンサンブルオランダ室内、合唱団、アクセントスを含む、 多くのアンサンブルや合唱団の客演指揮者を務めた。ありがとうございます。